ありがちズーム。空気読める人にありがちなこと。そうなんだよ。俺まだ20代後半なのによく40代って言われてさ、自分ではそんなに老けてるとは思わないんだけどな。なんでだろうな。40代？それはその人の目がおかしいと思うけどな。だって全然20代に見えるよ。あ、そう？ならよかったけど。まあでも挙げられる理由としては多分80年代の曲とかよく聴いてるからかな。へえ、結構昔の曲とか聴くんだ。意外だね。この人との話面白いな。いろんなことを知ってて知識の幅が広いというか、いい感じ。はあ、この子すごく聞き上手だな。俺のこんなくだらない話しっかり聞いてくれるし、こっちが話してて楽しくなるような空気作りがうまいっていうか、うん、いいな。人に対して興味があるため話を聞くのがうまいがち。みんな、ちょっといいか？今日から働き方を少し変えてもらう。その理由についてだが、今からボードに書くからしっかり目を通しておくように、いいか？ペンペン。あれ、ペンはどこだ？部長、ペンはこちらです。どうぞ。ありがとう。助かったよ。はい、どうされました？いや、なんでもない。こやつ、普段から気が利くとは思っていたが、こんなにもか。黒いペンだけじゃなくて、青と赤のペンも用意してある。もしかしたら使うかもしれないからな。こういう気遣いは本当に助かる。これからのこいつの仕事っぷりにも期待だな。上司に物を渡すときは、プラスアルファで役に立つものを渡しがち。これは勉強になりますな。大丈夫？親に会うの緊張する？実はすごく緊張してる。やっぱりなんか顔に出てるよ。まあそんなに緊張しなくていいから大丈夫だよ。そんなこと言われても緊張するよ。おいおい、家に到着したとはいえまだ会ってないんだからそんなに緊張しなくて大丈夫だって。とりあえず座って待ってて。はい、わかった、待ってる。はい、よいしょ。はい、じー。どうした？いや、何もないです。ちょっと緊張してるだけ。いや、お茶とお菓子準備選手権があったらお母様に勝てるくらい早いじゃないのよ。来客に対する準備がスマートで早くありがち。これも見習おう。アリオくんと別れちゃった。親にも挨拶しに行ったのに、なんで、何が原因だったの？なんか私が子供すぎるみたいで不安になっちゃったみたい。だから別れを切り出された。ああ、そうなんだ、気の毒に。元気出してね。ああ、まあそれも理由にあるとは思うんだけど、おめえ一回浮気したことあるよな。ハリオ知ってるぞ。それも踏まえた上でいろんな理由が重なって別れたんだと思うんだけど、まあ言いたいことはたくさんあるけどここは仕方ないね。どうしとそう、思ってもないことを言ったり我慢するのって結構体力いるんですよ。それでこれからどうしたいの？とりあえず泣く。どうぞ泣いて泣いて。めんどくさ。言いたいことがあってもその場の空気を読んで我慢することがありがち。なんか意味のわからないストレスがたまりそう。そういえば今日内々商事の副社長が来るんだっけ。なんか確かめんどくさい人っていう情報は聞いてるんだけど、どんな人なんだろう。実物見てから判断しよう。おい、内々商事の副社長が来たぞ。脳内噂をすればなんとやら。さあ本人が来たぞ。はい、めんどくさい人認定。なぜなら超派手だし、なんか口うるさそうだし、超こだわり持ってそうだし、なんか味とかにも厳しそうだな。おい、とりあえず用意するお茶とお菓子いつもよりもちょっといいものにしないとな。何も言われなければいいけど。相手の行動や仕草、状況を見て物事を判断しがち。弱ったり上手ですな。あのさ、ちょっと変なこと聞いてもいい？変なこと？内容によるけど。何？はっきり聞くけど、ガチコちゃんって経験人数何人？いや、本当に変なことはっきり聞くな。おい、だからちゃんと前置きしただろ。で、実際のところ何人なんだよ。シンキングタイム。本当は40人くらいだけど、さすがにその人数をはっきり言ってしまったら引かれる。多分引かれる。というわけで今までの経験上、2、3人くらいっていうのがベストなのよね。というわけで、もう恥ずかしいけど2から3人くらいかな。2、3人くらいなんだ。へえ、ちょうどええ。よかった、ちょうどええっていう顔してる。よかったよかった。経験が豊富であり、今までの経験から考えて発言をしがち。いや、ちょうど A の言い方まで読み取ってるし。おめえよ、いつも残業ばっかり指示しやがって。こっちとら忙しいんだよ。定時で帰れねえのおめえのせいだからな。あったがよ、毎日毎日。おいお前やめろ。飲みの席は無礼講だと言ってもそれは無礼すぎる。酔いすぎだって。落ち着け。なんだと？やっべえ、部長の怒り爆弾に着火ファイヤー。一体誰に物を言ってるんだ。わ、部長の怒り顔、裏社会の住人みてえになってる。ここは俺が落ち着いて対処しないと。
こら、部長に対して失礼だぞ。おめえもうるせえな、なんだよ。数分後。いや、部長、すみません。本当はそんなこと思ってないと思うんですよ。ただ、いつもその狂気のような顔面で脅してくるから、仕事断れきれずに定時で帰れないのに、そのくせお前は定時で帰って、いつも行きつけのオッパブで G カップ女子とよろしくやってんじゃねえか、俺たちはそのために働いてるわけじゃねえんだぞ、バカ野郎と思ってるだけです。はい。鬱憤が溜まっちゃって、本当にすみません。ああ、そうなのか。謝ってくれるんだったらいいんだが。いや、よろしくないぞ。これどっかで見たことあるぞ。ああ、よかった。二人とも落ち着いてくれた。飲み会で酔いすぎて、暴走した奴の解放を任されがち。いや、解放を任されるのはわかるんだけど、このネタって鬼声とも、ほらはい、すみません。次行きましょう。はい。お邪魔しまーす。はい、いらっしゃい。ゆっくりしてってね。はーい、じゃあお言葉に甘えて。1時間後。だから私は慣れてないから嫌だって言ったじゃないのよ。それでもあんたがハンバーグ作れ作れって言うから仕方なく作ったんでしょ。あんたが悪いわよ。それにしてもだ、お客さんが来てるのに中が生焼けってのはないだろう。ハンバーグはちゃんと火を通さないと食中毒に繋がるんだから危ないだろう。だから私は苦手だって言ったじゃないのよ。それにしても生焼けは一番危ないんだから、しっかり火を通すことぐらいできるだろう。へん、あのさ、私もう帰るね。あとは二人で勝手にして。じゃ、悪いことしちゃったな。俺たちの作り出した今のこの空気が一番失礼だったわ。悪い空気は思いっきり壊しがち。おお、この壊し方怖え。先輩、この書類のデータの作り方が分からなくて、教えてくださいよ。ああ、分かった分かった。これぐらいならいつでも教えるよ。ありがとうございます。よければなんですけど、その、私の家で教えていただけませんか？お取り込み中すみません。よろしいですか？ああ、何？こちらの書類のレイアウトの件でお聞きしたいことがあるのですが。ああ、いいよ。了解。じゃあ今日の昼休み、二人一緒に教えるから、一緒に来て。二人一緒に？はい、承知いたしました。わかりました。この私の上司連れ込み作戦を邪魔しやがって！これで落ちなかった男はいなかったのに、あんたのせいで台無しじゃねえ、おやおやだな！え、どうした？なんか表情がやばいぞ。はい、やばいです。うるせえ！ひいきすることなく誰にでも平等に接していがち。部長、よかったらこれ使ってください。おお、ありがとう。ちょうど欲しかったんだ。助かるよ。いえいえ、喜んでもらえてよかったです。大丈夫？なんか様子おかしいけど、私でよければ話聞くよ。ありがとうございます。はぁ、疲れた。みんなの行動を読みすぎて疲れた。何の疲れ方なのよこれ。はぁ、たまには何にも考えずにぶっ飛んだ行動してみたいわ。なんか破壊衝動みたいな。空気を読みすぎて精神的にも肉体的にも疲れていがち。おいおい、いい人は損するな。みんな何かいい案はないか？正直ありきたりなアイデアしか浮かばないな。これじゃダメだ。こんなアイデアでは通ったところで成功するわけがない。どうしたもんか。はーい、カップ麺の醤油味なんてどうでしょうか？いや、まあ、ボケてんのかマジで言ってんのかどっちやねん。醤油味って、ラーメンが生まれてからこの方ずっと醤油味がベーシックなラーメンの味なんだよ。それをこの場で平気で言うところがもう狂気を感じるわ。マジで言ってんのかボケてんのかマジでどっちなんだよ。あ、いや、このすがすがしいほどに何も考えてない感じはもう逆に羨ましいわ。空気を読まない人の言動がたまに羨ましく思いがち。いや、にしてもだいぶやべえなこいつ。なんで採用されたんだろう。うわー、今回の整理結構辛いんだけど。やばい、仕事も手につかない、しんどい。おいガチコ、今日はどうしたんだ。いつもの君じゃないじゃないか。ミスも出まくってるぞ。明日からちゃんとしてくれよ。すみません。あー、もうダメだ。いくら整理だからって他の人に迷惑をかけてしまっている。ダメだ、人間として終わってる。あー、もう生きていく価値がない。うわー、ダメだ。空気が読めない行動をしてしまった時は自分を責めちゃいがち。いや、これはしゃあないと思うけどな。もうちょっと自分を甘やかしてもいいんじゃないですか。俺はさ、会社でも部長に認められてて期待されてるんだよ。そうなんだ。もしかしたらさ、将来俺がスピード出世して社長になっちゃうかも。そんな僕ちゃんと仲良くしてくれる女の子はいる。俺はさ、食品メーカーで仕事してるんだけど、みんなはどんな会社に勤めてるの？もしよかったら聞きたいんだけど。会社ですか？私はアパレル関係で。へえ、そうなんだ。あれ、なんでこいつの方がチヤホヤされているんだ？俺の方が絶対にかっこいいと思うぞ。おいおい、自分の自慢ばかりせず相手にも話をちゃんと振って言いがち。もうお前黙れ。ガチコって集団で行動するのうまいよね。何それ。そうかな、あんまり自分ではわからないけど。うまいと思うよ。だって同窓会とか飲み会とかでもみんなに上手に合わせてるし、みんなで集まってワイワイするの好きなんだなって思うよ。何今なんて言った？みんなで動くの好きなのかなって。そんなわけないだろ。いやだから好きなわけねえだろっつってんだよ。集団で行動するんだぞ、気遣いしすぎて疲れんだろうが。相手への気遣い、自分の発言への気遣い、食べ過ぎへの気遣い、飲み過ぎへの気遣い、その他諸々への気遣い、気遣いしすぎて気疲れする。分かった、ごめんなさい、すみませんでした。言葉は慎重に選べよ。はひ。
集団行動が得意なだけで好きではないがち。これは相当鬱憤が溜まってるようですね。というわけで皆様、今回のありがちなこといかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたか。共感できましたか。もしよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントパトロールも行っておりますので、楽しいコメント、面白いコメント、じゃんじゃんお待ちしております。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひご視聴ありがとうございました。